どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も遊戯王のルール講座やっていきたいなと思います。本日のテーマはタイミングを逃す、これについて。遊戯王っていうのはタイミングを逃すっていう概念がね、ありまして、これちょっと難しいテーマではあるんで、まあ、ちょっと細かくね、スライド作ってきましたんで見ていきましょう。まずですね、遊戯王にはですね、何か効果を発動する場合、主に4つの種類のテキストがありまして、まず1つ目、何々した時何々する、強制効果ですね。で、丸2番、何々した場合何々する、これ丸1番と丸2番はほとんど同じ意味です。で、丸3番、何々した時何々できる、そして丸4番、何々した場合何々できると、こういう4つのテキストの種類があるんですが、この丸3番のですね、何々した時何々できるっていうこの言語があることによって、あの遊戯王ってちょっと難しくなってるんですよね。これが厄介なルールというか、これがね、まあ一番その最弱のテキストって言われていて、タイミングを逃すテキストの典型例、何々した時何々できるっていう。だからこのテキストが、ある場合注意しなきゃいけないと。で、この、4つのね、効果の処理がかなり変わってきますんで、まあそちらをね、今日は見ていきたいなと思います。まずは強制効果についてですね、先に見ていきたいですね。この辺は簡単なんで、丸1番、何々した時何々する、何々した場合何々するっていう、まあ、この2つの文章ほとんど同じ意味で、まあ、いわゆる強制効果と言われていて、例えば魔豪真珠キャシーとか、荒野のおたつまきとか、こういったモンスター魔法トラップが、まあ、強制効果になってるんですよね。例えばキャシーだったら、このカードが手札から墓地へ捨てられた時、フィールド上の表側表示のカード1枚を選んで、選択して破壊すると。まあ、時なんですけども、破壊するっていう、なんていうんですかね、絶対的意志っていうんですか。絶対的意志があるんですよ。だから、必ずしなければいけないっていう効果です。キャシーの場合はね、手札から捨てられた時に、必ず表側のカードがあるんだったら破壊しなきゃいけない。まあ、自分のカードしかない場合は、自分のカードを破壊しないといけないと。絶対やらないといけないことなんで、だからまあ、やらない、破壊しないっていう選択肢は取れないんですよ。逆に言うと、自分のカードしかない場合は自分のカードを破壊しないといけないと。まあ何々するっていう部分にね、絶対的な意思を感じますんで、まあ、これは絶対何があってもやるということを覚えておいていただければなと思います。で、じゃあ問題はこのね、時の任意効果って言われている、何々した時何々できるっていうこのテキスト、これがタイミングを逃す最弱のテキストになっておりまして、で、例えばですね、こういうギアタウンとか、白きレリとか、この辺のモンスターたちっていうのは時できるっていうテキストなんで、結構タイミングを逃しがちなんですよ。で、じゃあどういう風な、効果、例えばギアタウンが持ってるかっていうと、このカードが、破壊された時、手札かデッキか墓地からアンティギアモンスターを特殊召喚できるよと。このね、じゃあ、処理がどういう風になるのかっていうのを、実際の処理をね、デュエルでご覧いただければなと思います。さあ、では実際のデュエルをご覧いただきながら説明していきたいなと思います。手札にはギアタウンがありましてね、こいつがこのカードが破壊され墓地へ送られた時に発動できるよっていう例のタイミングを逃す、最弱テキストなんですよ。破壊されてうまくいくと自分の手札デッキ墓地からアンティキアモンスター1体を選んで特殊召喚できるよっていう効果になってますね。まずじゃあとりあえず発動しましょう。発動して、で、ここでダブルサイクロンっていうカード、これは自分のフィールドの魔法トラップカード1枚と相手のフィールドの魔法トラップカード1枚を対象として、ま、そのカードをお互いに破壊しますよっていう効果になってるんですね。だからダブルサイクロンで自分でギアタウンを自分で破壊して、で、アンティギアモンスター1体を、まあ、デッキから特殊召喚しようかなと思うんですが、とりあえずこれじゃあチェーン1ダブルサイクロン発動しましょう。で、対象はこのギアタウンと、こちらのセットカードですね。で、ここで、相手にダブルサイクロンがあったとしましょう。ダブルサイクロン、相手がダブルサイクロン、今どういうことが起きてるかっていうと、チェーン1自分のダブルサイクロンね、自分のダブルサイクロンで、このギアタウンとこのダブルサイクロンを破壊したいですよ。チェーン1で、チェーン2、ダブルサイクロン、相手の、ダブルサイクロンね、で相手はこのカードとこのギアタウンか、これを、選択していきます。
そうするとチェーン処理が今こうなるんですよ。ダブルサイクロン、自分のダブルサイクロンチェーン1、チェーン2が相手のダブルサイクロンで、まあ、これはまた詳しくチェーンの順番っていう遊戯王ルールの動画で作ろうかなと思ってるんですが、チェーンっていうのはチェーン1、チェーン2って組まれると逆順処理をするんですね。逆順処理、要するにチェーン1、チェーン2だったらチェーン2からの処理が先になるんですよ。要は後出しじゃんけんみたいなもんで、後から出した方が有利なんですよ。で、じゃあどうなるかっていうと、後から出した、相手のダブルサイクロンの効果でギアタウンが破壊されますね。で、自分のダブルサイクロンの効果がこうなるんですよ。不発になる、タイミングを逃してるんで、歯車町の効果、ギアタウンの効果は発動できませんと。これなんでかっていうと、今チェーン1、ダブルサイクロンで自分のギアタウンを破壊したいって言いました。で、チェーン2相手がギアタウンを破壊したいって言いましたと。そうすると、逆順処理になってチェーン2でギアタウンって破壊されますよね。自分のギアタウンは逆順処理だから。で、自分のギアタウンは相手のダブルサイクロンで破壊された後にチェーン1の処理が入るんですよ。チェーン2の処理が終わった後にチェーン1の処理が入って、自分のダブルサイクロンが不発でしたっていうタイミングになるんですね。で、これ突起できるっていうテキストっていうのはもうその瞬間、もうこの瞬間でしか発動できないんですよ。これチェーン1、チェーン2って組まれてチェーン2で破壊されちゃうと、チェーン1で今このタイミングはなんていうタイミングかっていうと、自分のダブルサイクロンが不発になったっていうタイミングなんですよ。ギアタウンが破壊されてるのはあくまでも相手のチェーン2のタイミングであって、チェーン1のタイミングっていうのはもうギアタウンが破壊できなくて不発になりましたっていうタイミングなんですね、ダブルサイクロンが。だからタイミングを逃してるからギアタウンの効果が発動できないんですよ。こういうね、まあなんかチェーンの妙っていうのがあって、まあ、簡単に言うとこんな感じなんですよね。結構ねタイミングを逃すカード とかだと、あのチェーン2とかで破壊されたりとか、チェーン2で効果発動条件というかもう満たしてしまった場合、結構発動できないことが多い。これねチェーンの、まあチェーンの順番だけじゃなくて、あの1枚のカードでもこういうことが起こり得ることがあって、例えばエンシェントフェアリードラゴンとか、ああいうモンスターの効果っていうのは、あの相手のモンスターの効果ってフィールド魔法を破壊して、フィールド魔法を、あ、セライフ回復した後にその後、デッキからフィールド魔法というのに加えることができるよっていう効果なんですよ。これあのその後の後ろの方の効果を発動してしまうと、ギアタイムを例えば自分で破壊しますよね。まずチェーン1とか2とか関係ないけど、まあ、とりあえず破壊した後にその後、フィールド魔法を持ってくるよっていう効果になってるんですね。だからそのギアタウンはそのまず破壊された後に処理が入っちゃうんですよ。フィールド魔法を持ってくるっていう処理が。だからその今この瞬間、このタイミングってフィールド魔法を持ってきたっていうタイミングになってるんですね。だからギアタウンを破壊したっていうタイミングじゃなくなってるから、タイミングを逃してしまうと、まあ、こういうね、あの理屈になっております。で最後ですね、最後、これは最強テキスト、これ最強テキストです、何々した場合何々できる。このテキストがもうタイミングを全く逃さないし、効果を発動するかどうかも自分で決めれるっていうめちゃくちゃ強いテキストなんですよ。例えば、こういうアンティギアフォートレスとかね、これが、破壊された場合特殊ができるっていう、そういう効果になってるんですよね。でテキスト的には何々した場合何々できるって書いてあるから、これはその出来事が起こったっていうその事実、要はもうその瞬間じゃなくていいんですよ。そのタイミングじゃなくても、そのどっかなんか一連の処理の中で何かこのカードが破壊されたという事実、事柄が起きていれさえすればもう発動条件を満たしていて、でなんかいろいろ全部処理が終わった後に、じゃあフォートレスの効果を発動しますかっていうことができるんですよね。だからどんなにチェーンが挟まれようと、どんなにいろんなことが起きて、なんかその全部処理が複雑になっていようと、それが終わった後に、じゃあさっき、アンティキアフォートレス破壊されましたよねってことで、事実が残ってるんでタイミングを逃さないと、そういう形になります。ちょっとこの辺はね、簡単なんですけど、やっぱ突起できるっていう、まあ、テキストだった場合は、先ほども言ったようにしっかりと、まあ、注意して、まあ、効果の処理をね、行っていっていただければなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。またね、遊戯王のルール動画いくつか作っていきたいなと思ってますんで、そちらもぜひご参考にしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。